随筆とは、文学における一形式で、筆者の体験や読書などから得た知識をもとに、それに対する感想、試作、思想をまとめた三文である。随想、エッセイ、エッセイなどとも言う。エッサイの原義は、試みであり、試論という意味を経て、文学ジャンルとなった。ミシェルとモンテーニュの、エッセイがこのジャンルの先駆者であり、欧米においては、 綿密な施策をもとにした論文的なスタイルを、念頭においてこの語を用いることがあるが、日本においては口述する江戸時代後期の、日記的随筆のイメージもあって、もう少し気楽な満筆、満文のスタイルを指して用いることがある。日本における随筆の起源は10世紀末に、清少納言によって書かれた、枕の創始であるとされる。枕草子における日常的風景に対する、 鋭い観察眼は、お菓子という言葉で象徴される。その後も、鴨の長町名、上記や吉田健康、ツレズレ草などの随筆作品が登場した。江戸時代に入ると、文学的随筆だけでなく、交渉や見聞録といった随筆が生まれた。近世の随筆について、中村幸彦は、四個前書、造花類に基づき、学問を随筆風に述べる、雑行。 思想的随筆を指す、雑説、研究的交渉的随筆を指す、雑品、先人の書物や見聞を集めた、雑賛、書書を集めた、雑編の5項目の分類を提示した。この時代の代表的な随筆として、玉勝馬、下月造子、折りたく、芝の木、塩尻などがある。日本語以外の文化圏で日本語の随筆に相当する。 エッセイの方がは古代ローマのキケロ、セネカ、プルタルコスなどの作品に見ることができるが、本格的にこのような文学形態を創始したのは、フランスの思想家、ミシェル・ド・モンテーニュであるとされる。フランス語で、試みを意味する著書、エッセイにおいて、新編における様々な事物の考察を通し、事故の内面の探求を試みた。ありがとうございます。